えー、こちらが AI に、えー、Q&A をしたところの画像なんですけども、説問はですね、FX で稼ぐためには何をすればいいでしょうかに加えて、3つほどの例を紹介してくださいと書きました。これを5つほどの例を紹介してくださいとかね、10個紹介してくださいとか、数を変えることによっても回答は変わってきますが、まあ、私はもともとね、3つぐらいしか方法がないというふうに、経験と知識の上から思っていたんで、3つほどの例を紹介してくださいっていことをね、聞いてみたんですよね。まあ、あの、 聞いてびっくりっていうことは別になくって、まあそうだよねっていう回答ばかりだったんですけども、順を追って説明していこうかと思います。 はい、次の方法、2番目なんですけども、ファンダメンタルという分析方法があります。これはですね、結論言いますと、相当暇な人じゃないとできないと思います。あの、テクニカル以上の暇さが必要ですよ。だって一日情報を精査して、その情報の重さと軽さっていうのを比較検討して、どこに結論を導いていくかってことを常に考えてなくちゃいけないんですよね。 ですので、これはね、1日が24時間あっても足りないぐらいで、もうはっきり言ってこんなのできるやついんのかなと。おおよそのマーケットに出ているファンダメンタルズっていうのは、結果が出た後に、これは原因はここでしたとかね。後付けなんですよね。とにかく後付けです。先に分かっているっていうのもインサイダー情報ぐらいしかありません。ということでちょっと読んでみようかと思います。ファンダメンタル分析とは、経済指標や企業業績などのファンダメンタルな要因を分析し、将来の相場の変動を予測する手法です。例えば、 GDP や失業率などの経済指標の発表、中央銀行の政策金利の変更に着目し、その情報をもとにトレードするということで利益を上げるということなんですよね。まあ、米国雇用調整なんてのはね、あのー、毎月行きますんで、そこでは、まあ、わかりやすいとは言いませんけども、大きく動くんで、大きく動くことに対して、超反爆地のように貼ることによって、利益をね、ずっと維持するっていう方法はあります。まあ、この超反爆地、負けは限定的に、 勝ちは無限大にすることができますんで、言ってみればね、失うのは1万円だけども、勝つとしたら100万円勝つ、みたいな、1対100の勝負ができるってこともあるんですよで。これを主に用いてやる人もいますけども、まあ再現性はないばかりか、あの、負け続けても、まあどこにもね、根拠が見出せませんので、泥沼には,るはまる可能性があるっていうことですよね。私はやりませんね、これはね。はい、じゃあ2番目はファンダメンタルズでした。 FX 勝利の法則。じゃあ、三つ目は何があるのかなと思ったら、三つ目ね、あるんですよ。リスクマジメン,マネジメントですか言いにくい言葉ですけども、リスクマネジメントの手でですね。えっ、ー、と、FX では相場が思わしくない方向に動いた時に損失を出すことがあるんですよ。で、そこでリスクマネジメントを徹底することで、損失を最小限に抑えて、長期的に利益を上げるという手法が取られます。例えば、損切りを減止することとか、 ポジションンサイズを適当にコントロールすすることなどが挙げられますねそうですね、これはね、私もよく用いる方法の一つに代表的なのに、追撃ハンネロットっていうのがあるんですよ。これはですね、えーまあ、例えばトレンドを測るときに、一定期間の、まあ、利益を生むわけですよね。で また同じ方向にトレンドが続きそうだなと思った場合、そこまでに得た利益の半分を持って追撃ロットを入れていくって形です。そうすると、追撃ロットが全損失を食らっても、元々の利益の半分は残るって形なんでね。あの、地道に、こうやって勝ち金が上がっていくって形です。あとはトレードの回数を多ければ多いほど、 利益が積み上がっていくんで、損傷利害が実現するっていう形ですかね。これには多少のね、ちょっと経験が必要なんで、すぐにやらない方がいいと思いますけども、まあ、リスクマネジメントってのは結局ね、最初から最後まで、リスクとの戦いなんですよ、投資って。で、最初はリスクに対する経験値と知識が少ないんで失敗しますけども、ずっとやっていけばね、リスクマネジメントって、いくつも手法があるわけじゃないんで、あの、本当にね、二つ三つを使い切ることができれば、 リスクマネジメントは、リスクは最小化することができるんですよね。まあそういうふうにやっていけばいいんじゃないかなと思いました。はい。えー、それで結論なんですけども、1,2,3と、別に意外な方法はね、AI であろうともうないわけですよ。AI って言っても地球、地球上にある情報を集めてくれるだけなんで、どっかね、あの、未知の英知ってのにリタッチするわけでも何でもないんですよね。で、隠されているインサイダー的なものっていうのは、当然インターネット上にも落ちてませんから、そこは知るところもないと。まあ要するにね、 あの、常識的な答えの中で、価値を導き出すことができるのが、この FX ってやつなんですよ。じゃあ、常識的ってどういうことかっていうと、やっぱりね、経験値と知識の量が少ない人は FX で負けるわけですよ。だから、やっぱりね、経験を積むことも大事だし、最初は経験がないんで、知識をものすごくたくさん詰め込むことが必要ですよ。ということで、FX の初級講座ね、基礎概念、基礎知識を3ヶ月学ぶコースって私作ったわけじゃないですか。 これまたね、ゴールデンウィークも近いんで再販売しようと思いますんで、またお問い合わせいただければと思いますし、それからね、基礎知識、基礎概念が入った人には、中級編ということで、テクニカルの学び方、こちらの方も半年コースでお届けしますので、じっくりと学ぶことができます。それこそね、亀のように一歩一歩学ぶことによって、ゴールにたどり着くわけですよ。それが、うさぎのようにね、一発で、えー、自分は億万長者になりたいと思うから、こけたり、それから、 怪我ををししてて休憩なななくくはいけなくなったりとかして、て結局はに追いいつけななっっことがなっちゃうんですよら、ねまあ、本当に確実に進むことが大事ですからやりすぎないようにでもやらなすぎないように自分の階段を登っていくことが大事ですで自分の階段を登るペースが正しいかどうかっていうのは実際にトレードなどで利益を上げている経験も知識も豊富な人に伴走してもらうのがいいんじゃないですかやっぱり自分でやってもねこの方向で合っているのかどうか自信がないからだんだんやめていくんですよね はいじゃあ以上でございますじゃあ皆さんしっかりとトレードして稼いでいきましょう